はいどうも、レッドスターと申します。今回も、ストレージから買ってきたカードを紹介していこうかなと思います。それでは今回は、ドンと。今回全然カードありません。で、今回買ってきましたのは、以前あげたトライアルデッキのあった、あれはブックオフかな。ブックオフで買ってきた、ストレージのカードになります。今結構1枚30円。で、10枚買うと、まあ、200円になるよと。まあ、1枚あたり20円になりますよっていうストレージで買ってきました。多分今後、まあ、ブックオフのストレージなり、まあ、他で1枚50円とかあったストレージとかから買っていこうかなと思っています。今回はブックオフです。見ていきましょう。まあ、詳しい解説はね、僕もそんな詳しくないので、まあ、適当にやっていきます。はい、時空竜ミステリーフレアドラゴン。これは、トライアルデッキに入っていたカードですね。デッキが50枚だったので、まあ、51枚目のカードになりますね。はい。まあ、ギアクロニクルは超越していくカード。まあ、このグレード4のカードに、なっていくので、こちらの方もちょこちょこストレージ見つけて、足していくしかないかなと思ってます。はい。まあ、まずトライアルデッキのカード。と、スチームファイター、ルガルパンダリーのかな。こいつはあれですね、クリティカルトリガーのカードです。ブースター4弾。まあ、あのデッキもスタンドトリガーとドロートリガーあったので、まあ、スタンドトリガー抜いて、まあ、でも、スタンドトリガーまあ、使うかもしれないな。はい。まあ、こちらの、まあ、クリティカルトリガー4枚入れます。はい。と、スチームブレスドラゴンですね。これ結構使えるんじゃないかなと思います。当時の環境デッキを見たりしたんですが、初期の頃の。こいつはよく使われていたみたいですね。手札からグレード3のカード1枚選び公開すると。このユニットが手札からリアガードに登場した時コストを払ってい。払ったらあなたの山札からグレード3のカード目にクロノジェットを含むカードを1枚まで探し、相手に見せ手札に加えその山札をシャッフルする。で、手札を1枚選んで捨てると。と、もう一個が、ストライドかな？超越。超越コストを払うときこのカードのグレードプラス2する。というわけで、超越っていうそのグレード4のカードになるときには、手札からグレードが3になるように、捨てなければいけないドロップゾーンにというのがあるんですが、まあ、こいつ1枚だけでできますよというのと、クロノジェット、まあ、グレード3のクロノジェットドラゴンとかを、サーチするカードもできるという、レアのカードですね、まあ、これも4枚これ全然入れていいなと思います。はい。と、コーザリティドラゴンですね。ジェネレーションボーナスでリアガード登場時に、クロノジェットを含むバンガードがいるならユニット1枚選んでその探知プラス2000と。ともう1個がすっげちっちゃいな、見づらいな、タイムリープ能力か。はい。このユニットのアタックがバンガードにヒットした時他のあなたのリアガード1枚選びタイムリープさせてよいを与えると。タイムリープ能力って言って、なんだっけ、こいつがそのタイムリープ対象になったら、バインドゾーンっていう除外のゾーンに送って、他の、リアガードの、ユニットに変えることができるって効果だったかな。はい。まあ、面白そうな能力なのでこちら買ってきました。これも3枚ですね。はい。で、スチームメイデンメスキア、こいつもジェネレーションボーナスかな。レストして、タイムリープでこのユニットが山札からリアガードに登場した時コストを払ってよい。払ったら1枚引き他のあなたのユニットを1枚選んで、その単純プラス4000と。複数枚採用しないにしても現状カードが全くないのでこいつ入れてもいいかなと思ってます。はい。と、クロノジェットドラゴンですね。トライアルには2枚しか入っていなかったので、まあ、たまたまこうやってまあスリーブが入った状態でちょっと綺麗な状態で見つかったので、買ってきましたと。はい。まあ、今回買ってきたカードはこれぐらいですね。まあ、意外と相性のいいカードっていうのはパラパラとありましたので、まあ、こんな感じで、カードを足していこうかなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。